世界記録を目指すデアデビルス。記録は見事に更新したが激しく転倒、場内は静まり返る。会場を埋め尽くした観客が息を呑んで見つめる中、救護班が駆けつける。胸を強打しているものの、どうやら怪我は軽いようだ。イーブル・クニーブル・ジュニア、親子2代のスタント人生は明日も続く。車越えカースタント世界記録 100m に挑むのはブライアン・カーソン。成功だが、着地は少々手荒だったようです。二度とやらないんですって。世界記録を破られたらもう一度やるけど、挑戦者が気の毒さ。どんな気分だった？ミサイルの中に座ってるような気分だったよ。ロケットエンジンをつけた改造ベンツでの派手なスタント、とくとご覧ください。これで成功なのか、それとも失敗なのか。まるで飛行機事故の後の惨状のよう。果たして彼は。スタントマンキャンプベル、なんと奇跡のサバイバルです。ちょっとスピードが足らなかった。しっかり気を取り直して来週もう一度やるさ。アラン・バンクス45歳。ヨーロッパの映画界で彼を知らない者はいない。アラン・ドロン、ジャンポール・ベルモント、チャールズ・ブロンソンと数多くの大スターのスタントを務める影の大スターである。そしてまた彼は世界屈指のカースタントマンでもある。日本テレビ木曜スペシャルの招きで3年前来日し、過激なカースタントを披露してくれたことがある。命にタイヤが取られないでしょうか。徐々にスピードが上がってきます。89100キロ、もう130キロ、有数の勢いです。砂浜を滑るようにして。あらちゃん大丈夫でしょうか。さあ、いよいよ跳躍台にかかる。さあ、あーあアランが我々に見せてくれたスタントは、モーカバス突破スタントである。彼の車がバスの中に突入するや、仕掛けられていた爆薬に火がつき、一瞬が悪夢がよぎった。130キロのスピードで炎の筒の中をアランの車が突き進んでいく。出てきた、出てきた。成功だ。大成功、大成功。うわ、すごいすごい。おめでとう、おめでとう。めっちゃ痛い。大丈夫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 。息子からプレゼントされたお守りの人形に笑顔でキスをし、夫の成功を信じ祈っていた愛妻にも、また彼は感謝のキスで応えていた。オランダ・ザルトボルトのサーキット、子煩悩で愛妻家のアラン・バンクスは全ての思いを断ち切って、再びカースタント史上最も過酷な難関に挑んだ。それは連なった4台の大型バスを突破するというアランにとっても生涯最大のチャレンジ。昨年の5月29日のことである。サーキットに詰めかけた大勢の観客は、この直後に最も不幸な光景を目撃するとは予想だにしていなかった。
我々スタッフにカメラを車内にセットするよう勧めてくれた。しかしそのカメラの映像はアランの最後を物語るように途中で切れていた。アランの乗った車の屋根は跡形もなく吹っ飛んだ。目を覆うばかりの車内の惨状に肉親を寄せつけまいとアランのクルーが大きく手を振る。ドクターは来たのね。ドクターがいるから大丈夫ね。突然起きた不幸な事態を信じまいとする妻。大破した車には首のないアランの体がまるでボロッキレのように横たわっている。狂ったように泣き叫ぶ息子たち。遠い日本の我々にぜひ取材しろとわざわざ呼んでくれたアラン・バンクス。彼は自分の最後を予想していたのか。世界一のカースタントマン、アラン・バンクス、永遠なれ。